今日皆さんパブリックビューイングで一緒にサークラナイツの勝利を祝い合った渋川南波です。よろしくお願いします。帰ってきてね、さすがの僕も今日は休もうかというのは脳裏をよぎったんだけど、さすがにね、岡田さん2着内川さんトップと来ちゃね、休むわけにはいかなかった。いやーよかったね、ほんとよかった。うん、特に僕前回のパブリックビューイングの時さ、4着3着みたいな感じを見たからさ、今日は2着1着であの時のリベンジじゃって感じで非常によかった。うん、いやー楽しかった。うん、見た内川さんのリプライ、内川さんのリプライ見た。うん、次はシーブの番だよってね。いやーほんとね、もう何度も言うけどね、自分が負けてるのにチーム勝ってるのはめちゃくちゃありがたいよね。うん、ありがたい、チームメイトに恵まれてるよ。うん、いいチームに入ったよ。うん、さすがに僕もね、このまま極潰しで終わるわけにはいかないから頑張るけど、やっぱ僕が極を潰してる間にね、チームメイトがしっかり支えてくれるのは嬉しいっすね。そして初めての弁当ゲットしたね、初弁当。うん、僕一回も出なかったけど今週一回も出ない間に弁当までもらえちゃったよ。ありがとう、みんなありがとう。うん、みんなありがとうね。シブのマイナス90がなかったらな、もっと楽勝だったんだけどな。うん、シブのマイナス90が炸裂しまったからだし、炸裂してしまったからだ、マジで。あれで迷惑かけたけど、みんなが取り返してくれたよ一瞬で。素晴らしきチームメイトよの。キャッハー、最後のピーブラ、蘇天だ、蘇天を稼いだぜ。蘇天稼いだっけ、蘇天稼いでたっけ、蘇天稼いでなかった気がするけどな、別に。うん、堀渋放牧、まあ、放牧されつつも出番はあるだろう、どこかで、きっと。うん、きっと出番あるだろう。いつ出番来てもいいようにね、しっかり鍛錬積みましょう。うん、セミから本気出す、ずっと本気なんだよな、ずっと本気出してんだけどな、一日も手を抜いてないんだけどな。今週シーブは応援からのパブリックビューイング解説、これがチーム戦よ。うーださん、こんなんばー、笹塚 PV 楽しかったです。1試合目の試合後の動画見て、内川さんずっと弁当言ってる、試合後のメンバー限定のも弁当しか頭いなかったって言ってられました、ナイスパレードでます。そりゃファンサービスだな、さすがに。うん、弁当のこと考えながら打ってる人の顔じゃなかったからね、さすがに。うん、来週シブの4連投はねえだろうな、シブの4連投はないだろう、出番は1回ぐらいあるだろうきっと。うん、来週の堀島の巻き返し行きたい、ありがとうございます。まあね、誰かが勝って、誰かが何を言うとしたの、誰かが泣いて誰かが笑う、チャンネル登録高評価できればメンバーシップ登録よろしくお願いします。そうそう、誰かが不調な時にね、しっかり勝ってこそなんで、まあ、今はね助けてもらってるけど、いつか助ける側に回れるよう頑張っていきますよ。まあ、一番の理想はね、誰も助からずみんなで勝ちまくるがいいけどね。うん、ファイトクラブとか風林火山みたいにみんなで勝つみたいな。滝沢さんね、最初悪かったけど一気に戻してきてるしね。うん、あっちの方がもちろん理想だが、みんな勝つっての難しいからね、さすがに。僕も助けになれるよう頑張ります。